魔女の家までの道を覚えているか。あっち、トール像の裏だよ。じゃあ、ブロックとシンドリは母上が生き残れるように斧を。このような武器を扱う力と良きことに使う知恵を持っていた。弱者を守るために戦ったのだ。水が引いただろ。ヨルムンガンドが目覚めたから。魔女の力はすごいけど、でも本当に首を生き返らせられるの？腕は確かな様子だった。失うものもない。もし生き返らなくても持ってていい？ダメだ。魚にでも食わせろ。わかった。父上、いたよ。やっぱり生きてると思ってたんだ。また会えてよかった。元気？そうだ、生首を生き返らせて。あ、言ってることがよくわからない。ちょっと、どこで見つけたの？その矢よ、渡しなさい、早く。もらったんだよ。言われた通りにしろ。この矢はとても危険なの。呪われてる。もし他にも見つけたらすぐに壊すのよ。私が言ったこと分かった？返事は？分かったよ。見つけたら壊すってば。ごめんなさいね、お願いよ。代わりに私の矢を持って行って。もう使うこともないから。はあ、それで首が何ですって？これが一体誰だか分かってる？彼を殺したの？そう望まれてな。お前なら蘇らせられると。私が？聞き間違いじゃないの？お願いだよ。テーブルの方に。ヘイメレ、もうずいぶん長いこと呪術は使っていないけど、首を持ってて見てみましょう。そうね、幸いなことにあまり腐ってないし、脳も無事みたいね。切り口も綺麗。よりによって彼の首をはねるなんてね。どうなっても知らないわよ。じゃあ首を鍋の中に入れて離さないで。絶対よ。もういいわ。うわっ！おお、生き返った。さあ見せて。ミーミル、聞こえる？ああ、よかった。あ、おお、フレイヤ様、お久しぶりです。お元気そうで。二人に感謝なさい。私に言わせればあなたは死んで当然なの。ひざまずきたいところですが、お許しを。森の魔女がフレイヤ様だと知っていたら頼みなどしませんでしたが。フレイヤ、あの女神フレイヤ。知らんかったのか？お許しを。ミーミルが逃げたと知れたら、オーディンが黙ってはいないわよ。お前は神か。万神族の長だった。でももう違う。なぜ今まで黙っていたのだ？あなたにそれを言われる筋合いはないと思うけど。出発するぞ。でも。来るんだ。どういたしまして。なんであんなこと。信用できん。神だから。お前に教えたはずだ。助けてくれたのに。嘘をついた。誰しも秘密の一つくらいあるじゃろうって。今はお前の助言など必要ない。はいよ、なら湖にあるテュールの神殿へ向かうぞ。ヨトンヘイムへ案内してやろう。テュールの神殿、なんで？ミズガルズに住む最後の巨人に聞くんじゃ。あやつなら知っとるじゃろ。ヨルムンガンド？もしかして彼と話せるの？いかにも。あやつが話す言葉はこの山々よりも古くから存在する。ミズガルズで話せる者はおらん、わしを除いて。じゃがな。本当？
そうじゃ、見た目に似合わずヨルムンガンドはなかなか話好きなやつなんじゃ。ミーミル、なんでフレイヤに粒吐かれたの？いや、バルドルのことを奴は不死身だと言うの。そうじゃ、あ奴にはいかなる剣の魔法の機関不死身なのじゃ。神のおごりだ、誰しも弱みはある。だが彼にはない。あやつにはいかなる剣の魔法も効かん不死身なのじゃ。今同じこと言ったよ。そうか、その力の源は。思い出そうとしたのじゃが、確か術か。ミーミル、まだわしの脳が目覚めきっておらんようじゃ。しばらくすれば思い出すじゃろう。大丈夫かな。おい、蛇とはどう話す。橋の真ん中に大笛が置いてあるはずじゃ。そこへ行け。やった、笛吹くの。よし、大笛を吹かせてくれ。立てたものなんじゃ。ヨルムンガンドがあの筋肉バカを心底目の敵にしとることから察する。見るのも嫌だったんじゃろ。でも飲み込むな。まあ、あやつとトールには浅からぬ因縁があるからの。ああ、それは先の話。とにかくあやつにしてみればそれが適当でも、トールを丸の店には気が済まんかったってことじゃ。聞いてみるか。聞くのはヨトゥンヘイムの道だ。さあ、やってみるかな。あうゆむひみみ。通じる通じる、わしのことも覚えてる。それは、ああ、これは違う。ああ、モー君のフントゥンク。アオディラケエコノスノブンオを話したんじゃ。助けてくれ。国へ行くには二つやることがある。まずヨトゥンヘイムへの道を開く旅のルーンを学ぶこと。そしてそのルーン文字を旅の門に刻むんじゃ。ミーミルがいたあの山頂の門。その通り。じゃが無限の知恵を誇る巨人はそこらにあるのみでは文字を刻めんようにしたのじゃ。門を開くには魔法ののみを使わんといか。じゃがのみのありかは知っとる。そう遠くはない。ちょっと怒ったような気がした。それはの、オーディンの仲間と言ってしまったからじゃ。すまんな、調べては使わん言葉じゃからの。ほら見て、また水位が下がった。世界の塔や像がもっと見えるよ。探検できそうなところも増えたね。飲みはどこにある。ひとまず船へ、それからじゃ。ミーミル、フレイヤに唾を吐かれた理由は何だったの。それは今のフレイヤの辛い状況を作り出してしまったのはわしのせいでもあるからの。それはアース神族とバン神族の長き戦争まで遡る。
その昔アース神族は戦えば無敵じゃった。じゃが長き戦争で万神族という強敵とぶつかったんじゃ。どちらも多大な犠牲を払った。そのあまりの無意味さに、かつては争いを好んだ者たちも戦争を忌み嫌うようになったんじゃ。お前さんもそうじゃろ。そんなわけで限界を迎え、そしてついにオーディンの最も優秀な助言者が賢明な解決策を提示した。神々に和解するよう勧めたんじゃよ。説得には骨が折れたが、オーディンもついに最悪の敵と結婚することを受け入れた。相手は万神族の女神。その伝説的な美しさに加えて、オーディンが長年極めたいと切望していた万神族の魔法にも秀でていた。フレイヤがオーディンと？どんな理由で？愛する人々を守るために自分を犠牲にしたんじゃよ。あの方はひどい報いを受けた。しかし話はそこで終わらんのじゃ。探しているその飲みは一体何だ？よくぞ聞いてくれた。話を聞かせてやるわい。その昔サムールという巨人がおった。とてつもなく巨大な巨人じゃ。その巨体とは裏腹に、サムールは誰もが認めるこの世で最高の石工じゃった。サムールはその技術を息子へ伝授したいと願っておったが、若いフリムスルは戦士の心を持っとった。父が恐れを抱いておったのか、息子に恐れがなかったのか、どちらにせよ親子喧嘩を手がつけられなくなっていった。そしてついにサムールはダーンと息子を殴った。そしてフリムスルは逃げたのじゃ。恥と後悔で、サムールは息子を追いかけた。無我夢中だったサムールは気がつくとミズバルズで道に迷ってしまっていたのじゃ。悲しきか、その夜家から遠く離れた地でサムールは出会ってしもうた。目の前にいたのはドーマじゃ。それでどうなったの？じきにわかる。トールがやった。そんな無駄な上に倒れたの？そう、万神族の神ミョルズを信仰する素敵な村の上に倒れたのじゃ。トールは村も潰したと称えられたが、巨人の下にただ村があっただけじゃ。巨人の飲み、その先端がいる。それはそれは大きな飲みじゃぞ。生き残った人たちは？ああ、サムールは下の巨人でな、死んだ時最後の吐息が全てを凍らせた。サムール、飲みの先端を探せ。巨人の飲みが必要じゃ。どう降りるの？考えがある。まことか？驚くことではない。悪気はないがの、ミョルニルを手にしたトールでもあの氷を割るのは無理と思うが。奴が愚かなだけだ。こりゃ見物じゃの。おい、すごい戦いでしたね。うわぁ、ほんと。さあ、どうぞ。ああ、もったいない。せっかくのリンゴ。今までどこにいた？隠れ場所などないはずだ。ああ、それ。私たちの特技でしてね。自分の身を隠せるんです。透明になれるの？世界と世界の狭間に入れるとでも言いましょうか。皆さんの脳はこれを理解できませんから。何も見えなくなる。こうして私たちは自分たちの武器を使わずに済むんです。まあドラゴンにはバレちゃいましたが。ブロックがシンドリのこと心配してたけど元気そうだね。ブロックが私のことを？酒臭くありませんでした？またブロックがいじってる。
まったく、うん、湖でブロックがすぐ神殿に来られたのはその特技のおかげか。さあ静かにして集中しないといけませんからね。できました。ミーミル、この場所知ってるの？外交目的で一度のアースガルズとバナヘイムの仲立ちをするため、戦争で多くの命が失われた。トールがすでに多くの巨人たちを殺していたことを知らんかったが。神々の戦なのになんで巨人を？理由などない。悲惨な話じゃ、争いに関わらなかったのに。だがオーディンの必要さにトールの知恵の渇望が追い打ちとなってしもうた。読みは下なのになんで上に登るの？考えろ。蚤の先端は熱い氷の下だから溶かすことはできない。そうだ。近くに僕が撃てそうな結晶もないから、それも無理だ。そうだ。それなら氷を割るしかない。でもそれにはとんでもなく重いものが。おお、わかった。よし。でも下に落とすには土の向きを変えないと。それは無理だ。帯を切り下に降りる。その後にどうするか考える。結構運任せってことだね。お前に他の考えがあれば聞くぞ。次は？捕まっていろ。ああ、行き当たりばったりじゃの。アトレウス、あの言葉を。ソーラ、意味は耐える。試せ。ソーラ、よくやったの。もう一度かけ。ソーラ、上がってる。力が台を押し上げてる。書き続けろ。何が起こっている？おそらくじゃが、時間の魔法じゃ。かつて蛮神族が使った危険な魔法で時間を止めることができた。ニョルズ自身も気に入っておったの。かつて？なんでやめたの？実は時間を止めると太陽と月も動かなくなってしまうことが分かったのじゃ。じゃがそれらを追いかける狼たちまでは止められんかった。じゃから結局時間は止めないことにしたという。あったね。どうやって落とすの？押す。え？任せろ。いいか、気合を入れて全力で押せ。わかった。気を急ぐぞ。蚤の先だ。いや、物を壊すことにかけては天才じゃの。それを覚えておけ。忘れはせんよ。
ルドルと一緒にいた奴らだ。おいだっけ？ああ、マグニとモージ、トールの息子たちじゃ。アース親族とトールは最悪だって母上はいつも言ってた。父親としてもダメなんだ。奴らはいい大人だ。言い訳などできん。シンドリは平気？透明になれるからな。ああ、ミズガルズ随一を誇る大食堂じゃ。変じゃの。確か立派なシャンデリアがあったはずじゃが、あれで場が華やいだ。そこだ。ああ、これじゃ。お前さんは物を壊さずにはおれんのか。急ぐんじゃ。気づかれる前に飲みの先端を取っておさらばするぞい。ありゃりゃ、貴様、うえ、来い。観念しろ、万物の神のご意志だ。断る。へえ、そうか。こいつの相手は任せろ。行け。おい、どこ行くつもりだ。やばいぜ、兄貴。このチビ弓持ってやがる。おお、怖いね。立てるか。
大丈夫。その息じゃ。平気だってば。気にかけておくぞ。これでヨトゥンヘイムへの旅のルーンを刻める。橋を渡れるはずじゃ。さらにを殺しちゃった。そうじゃの。神のマグニを殺したんだ。大した神ではないが、まあそうじゃな。あのトールの息子。いや、大した神ではないというのは間違いか。アースガルズの神々が黙ってはおるまい。身を守った、ただそれだけだ。恐れることなどない。理由はどうあれ、復讐の種をまいてしまった。神を殺すだなんて。さあどうする。フレイヤーに見てもらうのはどうじゃ。平気、もう大丈夫。少し休みたかっただけ。どこに行くの。うん、巨人の飲みは手に入れた。ヨトンヘイムへ行くにはもう一つ、頂上の門に刻む旅のルーンがいる。それがあれば巨人の世界へ入れる。知らないの。わしは知らん。じゃが、ヘビには巨人はテュールに秘密を託しておったそうじゃ。もう死んでるでしょ。ああ、じゃが、あやつの宝物庫が近くにある。扉は神殿の下じゃ。ヘビが目を覚ますまで長い間湖の底に眠っておった。ヨトンヘイムの黒のルーン、そこで見つかるはずじゃ。宝物庫もいいけど、飲みを手に入れたんだし、探検するのもいいね。せっかく船もあるんだし。行けばわかる。オーディンとフレイヤが結婚してたなんて。愛と憎しみは密接に絡み合っているもんじゃよ。例えばオーディンと巨人は憎しみ合っておるが、実はトールの母親はフィオルギュンという巨人で、オーディンは深く愛しておった。じゃあトールは神でも巨人でもある。変なの。フィオルギュンが亡くなった後、オーディンは長い間孤独だった。強がってはいたが、戦争に疲弊したオーディンの本当の願いが分かったんじゃ。熱心な説得でフレイヤは同意したんじゃ。それからしばらくオーディンは幸せいっぱいで機嫌がよく、フレイヤのことも幸せに従っとった。数えきれんほどフレイヤのお願いも聞いとったしな。平和は続き、想像よりもはるかに良い結果になったと心から信じとった。じゃがオーディンの本性がついに現れた。愛するオーディンにと万神族の魔術を教えたんじゃ。フレイヤは一生後悔するじゃろう。その後、賢明な助言者がラグナロクを避ける唯一の真の道は平和だと必死で訴え続けたが、オーディンはヨトゥンヘイムに執着し続けた。万神族の魔術を学んだことで新たな悪行を考え出し、さらなる過ちを犯した。アトレウス。ねえ、ほら、話せるんだからすぐ読めるようになるよ。この言葉は分からんが、読み書きはできる。じゃあ大丈夫だね。ほら、ルーン文字はいろんなものを表してるんだ。神だったり動物だったり。待て。ああ、わかりにくかった。そしたら違う。何か匂うか。本当だ、この匂い。雨。うわっ。全部てめえのせいだ。土は手に入ったか、マグリ。あいつが死んだからおこぼれもらったと思われてんだ。ふざけんじゃねえ。てめえを殺せば誰もバカにしなくなる。やめろ。てめえバカか。この親父のせいか、それとも母ちゃんか。さぞ醜いんだろうな。黙れ。お前に母上の何がわかる。知ったことか。だがお前のことはこれからだ。俺の弟になってもらう。まずはこの親父を殺しちまうか。やめろ。
おっと、壊しまったか。うるさい。はよ、フレイヤのところへ。それしかない。